これから配送最適化ソルバー、メトロの使用法を説明したいと思います。メトロというのは、メタトラックアウティングオプティマイザーの略で、いわゆるラストワンマイルの配送計画を解くためのツールです。使用法は非常に簡単で、こちらからはサンプルファイルをダウンロードしていただいて、それと同じ形式、こちらにサンプルがあるんですけど、 顧客の名前、えー、住所、えー、重量、容量、えー、作業時間、最大入荷可能な、えー、トラックのサイズ、で、時間枠ですね。採送時間と採置時間。まあ、他にいろいろ、あ、色系とで、これで、えー、こういう情報を入力していただくと、これ全部で、えっ、ー、と、こっちが、えっ、ー、と、このデータフレームのヘッド部分、こっちがテール部分で、全部で80個のデータが入っています。 実際には住所とかは使わずに使うところは、重要、容量、時間、最大入庫時間額などです。で、えっ、ー、と、このあで一番上のこれが顧客データです。で、まああの、ダウンロードしていただいたデータをえ自分の会社のデータに変更して、こちらからファイルをアップロードすると顧客データが出来上がるわけです。 もう一つ入れるのが、ビークルデータ。いわゆるトラックのデータです。でトラックの名前とサイズと最大重量、最大容量で、最大の稼働時間と開始時刻。こういうのを入力します。で、えっ、ー、と、最後に入れるのは、これオプションなんですが、費用データと。どの地点からどの地点に移動すると、費用がいくらで、えー、時間がどのくらいかかるか。 0番というのがデポといって、最初のトラックの待機場所を表していて、あとはこの顧客についている番号ですね。えー、こちらの順番に、えっ、ー、と、これ一番上がデポになります。この、早、まあ、れた興奮店というのがデポで、その他が顧客になって、その番号を入れて、移動時間と入れます。で、えー、まあ、あの、最適化は非常に簡単で、この計算時間上限、まあ、何秒でもいい、まあ、まあ、1秒とかの場合いいんですけど、えー、入れて、あと、この、 時間はこう逸脱した時のペナルティを許すか許さないか。許さない場合はこれを外すと。許す場合はこれをして、逸脱した時に1秒あたりいくらかかるのかというのを入れて、で最適化ボタンを押せば最適化をしてくれます。この場合1秒ですので、まあ、すぐに出てきます。総費用はこのぐらい。で、点の大きさが、えっ、ー、と、重要量。 ですね、重量というのは、えー、と重量という容量の大きい方を表していて、この大きいところは、えー、と2量が大きい顧客を表してみて、あとは時間枠の狭さですねがこの色を表しています。赤っぽいほど、えー、時間枠がきつい、この辺きついんですね。この黄色いところは緩い。でこれも、えー、解かれていて、全部で10 11ルート、それぞれのルートがどういうふうに回っているかというのが見えます。 また実際にルート番号を指定して、0番のルートの詳細表示というと、このデポを出て、こう回って帰ってくる。実際のルートはこんな風になってる。というのが見て取れます。また、そのに対する、全体に対するガントチャート。というのも、それぞれのビークルがいつ出ていつ帰ってきて、サービス時間がこのオレンジで、移動時間がこんな感じというのが、これが普通の最適化機能です。 でメトロではその他にこのデータを分析する機能というのがついています。で何かというと、えーまあ、実際解く前に、解く前に、えー、例えば時間帯別に、はい、これ時間帯ですね。時間が来た時に、その時間枠がいっぱいあるわけですから、時間枠がどこがきつくなっていて、それによって必要な台数はどうなっているのか。というのはこの、このグラフになっています。で、えっ、ー、と、実際にある、 使えるビークの台数は、発、えー、時刻とかが決まっているので、こういうふうになっている。これ、よく見ると、ここオーバーしてるんですね。ここがオーバーしていて、何かというと、これですね、デリバリーボリューム、なうち、配達をする、持っていく方の容量の方でオーバーしていることが分かります。で、この場合は、えー、とモデルとしては、持っていくのと持って帰ってくる、デリバリーとピックアップが両方あってもいいような問題を、えー、解くことができます。 これでちょっとオーバーしてるねというので、トラックの追加とかを実際はする必要があるわけです。他にも、えっ、ー、と、需要のヒストグラムが見て取れます。これ何かというと、ウェイトボリューム。実際ボリュームがこの場合多いんですね。ボリュームを買っていて、トラックのキャパシティが足りてないというのがわかります。で、他には、時間枠分析といって、実際の時間枠がどこが、この辺が非常に時間枠が狭いような顧客になっていて、 えー、この辺は非常に緩いことで、まあ、こんだけたくさんいてバラバラになっていると,ということが分かります。特にこの辺狭いのがいくつかありますね。狭いところは注意して運ぶ必要があります。で、えっ、ー、と、他には、さっき2両を全体で分析したんですが、実際にピックアップデリバリーを、えー、それぞれの重量、容量ですね。重量、容量別のピックアップとデリバリーの量が、えー、とどこが超過してるこの場合だから、 持っていく方のトラック、台数、11トントラックの方が結構いっぱい必要で、積載率が悪い、あの、きつくなっているので、11トントラックをもう少し増やす必要があるということがわかります。こういった分析をすることができます。以上で配送最適化ソルバー、メトロの解説を終わりたいと思います。